す。はい。これそのまま、そのままで。はい。音声テストしてからやりますね。はい。ちょっと待って、シャツも外せ。はい、じゃあマイクを上げます。どうでしょうか。ちょっと待ってくださいね。はい。でも音も肝心なことに、消し忘れてたっていう。消し忘れてたという。OK ですね。はい、OK ですね。これぐらいだったらいい。メモ、メモ。あ、テスティス、マイクです。あ、テスティス、マイクです。あ、あ、あ。お願いします。あ、です、です、マイクです。あ、です、です、マイクです。ヘッドホン大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。じゃあ行きましょう。はい。お願いします。はい、お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、最後までいっていいです、はい、この番組は FM ギナワンから午後9時まで放送しています。皆さん最後までお付き合いくださいということで、はい、先週なんですけど、はい、テーマを好きなアーティストって言ったんですけど、はい、ちょっと変更しまして、しまして、はい、後で言います。あ、わかりました。はい、先に番組の紹介からします、はい。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。アドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com、スペルはkimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで、収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいねということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、1曲いってもよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。はい、 AKB48 さんで恋するフォーチュンクッキーです。どうぞ。スタジオの大きさはなんか知らんけど、キャンさんの声がいつもと違うように聞こえるって、カープボーイさんが。ああ、今日ちょっとマスクを二重にしてるので。あ、なるほど、はい、ダンサーズさんお疲れ様です。
ちょっとなんでこれにしたのかもちょっと理由を後で、はい、後で言おうかと思います。いびきかいてるせいか乾燥で喉痛くて、あーわかるわかる、血痰が出てるんで、だからもう今日は水蒸気いっぱい吸おうと思って、その方がいいかも、はい、二重にしてます今。ちょっと12月までカツカツのスケジュールだったんで、ああなるほどですね、ちょっと疲れてるんだと思います。まあ疲れも多分出てるかと、はい、それでちょっと喉痛いのかな、あーそれはあるかもしれないですね。いつも朝起きたら口がカピカピなんですか、あのひふみずばでコメントしたら、はい、いきなり番組持ってること言ってたから、はい、ひふみさんが、はい、宣伝してって言うからもう大急ぎでコメントしましたよ。煽ってましたね。煽ってってました自分。やばいやばいやばいって。ひふみさんすぐみんなに宣伝させよう。急に言われたらびっくりしますよ。あ、沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。カープボーイさんが明日、あ、公開放送、私仕事で行けないんですよね、うん、残念なことに。明日のラジオ沖縄の公開放送があるんですよ。あ、そうなんですね。それも私の近場っていうね、家の。残念。残念ですね。行きたかったんだけど仕事なんですよね。しかも午後からっていう、午後からなんですよね。この時に気づいたらめっちゃ結婚式を興味出すわ。なんでですか、なんでですか。あ、まあ一時期これ結婚式の余興とかやってましたもんね、はい、踊ったっけな、僕も踊ったか、はいはいはい、やるって言ったメンバーの手伝いでビデオ作ったかどっちかだったと思う。ああ、一時期めちゃくちゃ聞き込んでたんだよね。あ、そっか、沖縄大好きさんコロナかかってたんでしたね。ああ、言ってましたね。はい、では間もなく終わります。はい、お聞きいただいたのは AKB48 で恋するフォーチュンクッキーでした。はい、ではツイキャスの方でコメントが来てますので紹介したいと思います。はい、お願いします。カープボーイさん、サチさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。これから稽古に向かっているのであまり会ってない、あまりさんと会ってないけど、好きなアーティストは、あ、アイドルはおにゃんこクラブ世代なので吉澤明穂さんと、あと酒井紀子さんとかっ
ですね。これはテーマの時に言えばよかったかな。まあ、いいでしょう。で、あと来てるのが、名古屋のダンサーズさん、お疲れ様ですおって疲れ様です。言ってます。ありがとうございます。沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。と、あと、同じく沖縄大好きさんから、よいしょって来てます。コロナ上がりで体が鈍って上がるぜ。あ、元気にはなってますって来てます。お疲れ様です。そりゃ、鈍ります。私もコロナに8月なったので、気持ちはわかります。僕も3月になりましたからね、去年の。あら、大変。いや、久々に39度とかの熱見ましたよ。私も久々に38度台のその時熱出して、まあやばいやばいと。旦那もその時かかったので、同時に。もう最悪でしたね。それもしかもお盆前だったので、忙しい時期に。忙しい時期に2人ともコロナにかかるっていう、なんともまあ最悪なことでしたね。沖縄大好きさん、僕は発熱39.1度でした。39.1度でもまあまあ辛いですよ。辛いですね。まあまあ辛いですよ。いきなりパンって上がるとテンション上がりません？上がる。インフルエンザかかった時に39.6とか出た時に、なんかあまりにもこの上がるのが早すぎて、ハイになっちゃって。わかる。私でもインフルはかかったこと今なくて、まあ、小学校の時からそうなんですね。全くないんですよ。コロナが初めてだったもん。扁桃炎とかだったらあるんですよ。中学、高校ぐらいでかかったんですけど、インフルエンザに。見て、ちょっと39度出てるけど、これやばくない？病院行かないといけない。インフルだろって言ったら、あんたどうせ病院行きたいだけでしょってほっとかれて。あら。で、うちのおばさんが心配して、触って、いや、本当に熱いよってなって、それでようやく病院行きました。私もこの高校3年生の時に扁桃炎になって、で38度台まで一旦上がったんですよ。でそれで学校は休んでたんですけど、あまりの喉の痛さに。で熱が下がったから、お母さんと一緒に買い物に行くってなって、帰ってきたら熱が39.6ぐらいまで上がってて、で、はい、病院行き、みたいな。で、点滴3本ぐらいやりました。扁桃炎もそうですよね。熱上がりますもん上がりまね。すね。ね、しかも、扁桃腺なの、喉じゃないですか。なので、もう水も飲めない、ご飯も食べれない、唾も飲めない。まあ、なんと辛かったですね。いやー、お疲れ様でした。で、なんで、今日、恋するフォーチュンクッキーを流したかと言いますと、これは、テーマに沿ってなんですね。なるほど。そうなんです。そのテーマとは。はい、今週のテーマは、好きなアイドルというわけなんです。なるほど。はい。で、まあ、これをかけたのも、ちょっと年末にラジオ沖縄で、たまたまなんか ROK 歌謡祭っていうのをやってたんですね。で、それで、ラジオカーが、なんかリスナーさんをちょっと集めて、一曲なんかみんなでやろうみたいなのがあったんですよ。で、その時に歌ったのがこの曲だったっていうのもあり、なおかつ私が AKB 好きっていうこともあり、そうなんですね。そうなんです。 AKB48、 はい、歴史結構長いですもんね。長いですね。もう10何年なってるかな。もうでも初期メンバーとかしか分からなくて、今のメンバーほとんど分からないですね。そうですね。僕も分かんないですね。でも今18期生を募集してオーディションをしてるっていうのはちょろっと聞いた。そうなんです。もう最近なんか AKB48 での曲ってなんか聞いた覚えがなくて、なんか乃木坂とか欅坂とか、グループ系ですね。坂道グループ。そうですね。その辺とかの方がなんかいっぱい聞くかなですって気ね。がしますね。最近ちょっと停滞気味というか、AKB の方が、まあ、どうだろうな。
これからまた伸びるかな。また登ってくるんじゃないですか、ね。登ってくると思うんですけどね。沖縄大好きさんから、前田敦子、大島優子、渡辺真由、板野友美とかまでは全盛期。あ、それは確かにそうですね。言えてる言えてる。篠田麻里子とかね。麻里子様。はい、とは、SKE とかに行ったんですけど、松井樹里奈とか。はい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 。あ、松井さんがですね、はい、初めて見た時、まだ10代だったんですけど。あ、でしたね。10代に全然見えなかったんです。見えなかったです。26?7とかって思ってましたけど、なんか大人びいてましたよね。大人びてました、本当にびっくりするぐらい。まだまだ若いですよね。若いですね。まあ SKE も卒業しちゃったので、はいはいはい、ジュリーナもレナちゃんもダブル松井が、うんうんうん、でサッシーも卒業しちゃったので、うん、まあそれも全盛期のメンバー今残ってるの柏木由紀さんぐらいじゃないですかね。ですよね。あとはもうあんまりわからないというか、はい、うん、そんな感じです。で、メールが来てますので紹介したいと思います。はい、お願いいたします。ヤンバルカンガルーポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の好きなアイドルはアミンです。うん、ベスト10に初登場して6位でしたが、3週間後に1位になったほどの強力なアイドルだと思います。普通アイドルといえば作詞家作曲家等が曲を作るのですが、アミンは普通のアイドルとは違い、自ら作詞作曲をするほどのビッグアイドルだと僕は思います。ただし、曲を作ったのは岡村孝子さんの方ですが、アミン解散が決定した最後のレコーディングで2人がレコーディングを潰したことはファンの方なら誰しもが知っていることです。うん、シンガーソングライターとしての意地だそうです。これが僕の好きなアイドルのエピソードですっていうふうに来ております。うん、アミン私もなんか多分聞いたことはある気がするんですよね。世代がよくわかんないというか、うん、聞き覚えはあるんですよ。でも僕の名前は知ってますけど。ですね、私も知ってます。はい、ツイキャスの方で陸海空さんから、はい、好きなアイドルは森高千里様付けですか。あらまあ、ミニスカートのお似合う方ですね。お似合う方ですね。はい、僕たちからしたらポンキッキーのイメージですけど、ね、ああですね、はい、そうですね。もう一つ、メールの方が来てますので紹介したいと思います。サッチーさん、こちらでは初めまして。踊りの経験ゼロ、ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。初めまして、ありがとうございます。ダンサーズさんはラジオネームはよくご存知で、はい、私も続きいきますね。好きなアイドルですか。実は特にないんですよ。確かに、まあ、ない人もいますね。ただ高校の時に南野陽子さんの大ファンでいて、めっちゃ誘われたライブへ行きましたよ。ファンクラブバックで最前列で見ました。すっご、南野陽子さんのほくろもバッチリ見えましたね。皆様はファンクラブへ入会したことございますかと来てます。うん、私ファンクラブに入ってたのは AKB ですね。あ、入ってたんですね。入ってました。あ、素晴らしい。ファンクラブに入ってて、でなおかつ握手会も行って写メ会も行くっていうほどのファンでした。まあ、なんか今のを聞いて、ちょっと一つアニメを思い出したんですけど、はい、推しが武道館でライブしたら死ぬっていう。え、どういうことですか。まあ、20代の働く女性がですね、はい、アイドルにハマって、女の子の、はい、その推しを武道館でライブさせたいって言って、すごいアイドル沼にハマっていくアニメがあるんですよ。はいはいはい。ドラマ化もされたんですよ。ほう、見たことないかも。多分めっちゃ面白いですよ。見たい、見てみたいかも。
名古屋のダンサーズさんからメールありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。多分ありがとうございます。でもね、私がちょうどあの FM ギノワに向かってる最中にメールが来てたので急いで送ったんじゃないかなと思われるんですよねありがとうございます。ありがとうございます。私もう AKB は本当に大声ダイヤモンドっていうあの曲があるんですけど、はいはい、それからのスタートなんで結成して2、3年ぐらいしてからどん詰まりでハマったっていう、うんうんうん、結構5、6年ぐらいずっとファンクラブいましたね。あ、すごいですね。なので学生の頃だったらなんかビーズのファンクラブ入りたいなとかって気持ちもあったんですけど、あー、でもあれじゃないですか、多分私たちの世代って言ったらモーニング娘。とかもありましたけれど、僕はどちらかというとファンクラブ、まあ、もう大学生ぐらいから音楽の聴き方がもう、あ、この音楽いいなって、もうなんか箱押しというか、はいはいはい、そういうことじゃなくて、うんうんうん、あ、この曲いいなって曲ばっかり集めることばっかり始めちゃったので、はいはい、だからあの、あんまりこのファンクラブに入ろうとかって考えたことなかったんですよ。あ、私結局このファンクラブに入ったきっかけが、はい、AKB が沖縄で初めてコンサートをする。 ありましたね。そう、あのチュラサンビーチ、はい、向こうでやるっていうことで、さあ何でチケットを取ろうかというのを模索りで探ったら、はい、確か総選挙があったんですね。総選挙はこの最初のコンサートの後ですね、はい、2回目だったんですよ、総選挙。そうなんですね。そうそうそう、そうなんですよ。私だから松井樹里奈が見たくて。おー、なるほど。そう、でもあのちょうどたまたまあの沖縄県民枠みたいなのがあったんですよ、はい、この最初のやつ、このチケットのコンサートの、はい、でそれで当たって見たんですけど、はい、めっちゃ後ろの方で、あ、まあこんなに後ろなのみたいな。いや、ライブってそうですよね。そうなんですよ、総音響必要ですよね。でそれから始まってさ、前の方に行くにはどうするかっていうので、まあ、ついでだしファンクラブ入っちゃおうみたいな。おー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 、そう、ファンクラブ向けのチケットとかってあるんですよね。あるんですよ、枠がちゃんとあって、はい、ファンクラブはもう本当に前の方に枠取れるんですけど、はい、一般とかなるともう真ん中らへんとかになっちゃうんですよね、どうしても。名古屋のダンサーズさんからSKE48 の劇場でめっちゃ並んでるところを見ていますね。あ、そっか、境にありますからね、 SKE48 の劇場。まあね、 AKB 系はちょっと詳しいという私。さすがですよ、ファンクラブに入ってるだけのこと。あ、でもあれですよ、SKE は SKE で確かファンクラブがあった気がしますよ。あ、そうなんですね。確かそうだったと思います。でも、グループ、グループであるんですけど、はい、沖縄でコンサートした、はい、あのサッシーがいた HKT48 さんとか、はい、SKE48 もそうなんですけど、で、AKB48、全部コンサート行きました。おー、すごいですね。まあ、さすがに、こんなにコンサート行っていいもんかと、沖縄にいるのに。はい、でその代わりあの武道館とか、はい、そういう大きいところはまだ行ったことないんですよ。なるほど。県内のだから、まあ、行ってみようみたいな。はい、まあ、確かにそうですよね。県内まで行くのはいろいろと大変ですからね。大変なんですよね。休みも取らなきゃいけないしっていう、はい、あ、でもこれからは沖縄アリーナできたんで、ですね、あの本土にも負けないぐらいのライブ見れますからね。ですね、それは言えてますね、はい、そういうのをちょっと楽しみにしながらやっていきたいですね、はい、でちょっと待ってくださいね。そろそろですか。そうですね、あと、3分半ぐらいですね。あ、じゃあもうちょっとあのあれでやっていいです。はい、あの AKB のこと語っていいですか。面白い私あの HKT48 の、はい、ライブが
この宜野湾の、トロピカルビーチの野外劇場で会った時があって、はい、あの時最前列で見たんですよ。おお、一番前ですか。一番前の方で、はい、でその時ちょうど指原さんいたので、はい、もう腹筋とかめっちゃ見えてましたよ。うわーすごいですね。やばいぐらいこんなにバッキバキに割れてて、アスリートですね。もはやもはやアスリートですよ。本当にびっくりするぐらいでした。よし、では来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。来週のテーマは今年の抱負です。ほう、今年の抱負がここで来るんですね。はい、はい、というのも来週旧正月なので。あ、そうですね。はい、しかもぴったりその日ですもんね。その日なので、はい、いいタイミングですね。いいタイミングで抱負に行こうかと。はいはいはい、はい、なんか昨日の皮膚水場で突っ込まれたんですけど、はい、あえて言わなかったです。はい、いやそうですよ、番組で発表した方がいいですもんね。そうそうそう、なるほど、納得しました。いやでも確かに、あ、そうだ、旧正月日曜日だったと思って。そうなんですよ、私もそれ気づいてて。はい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 、じゃあもうこのタイミングで抱負に行こうかと。はい、そういうことなんですね。まあ、うち団地といえば旧正月。そう、旧暦で動く県民なので、はい、そうですね。はい、というわけでそろそろお時間ですかね、はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキさんのキョンでしょう。ではでは、さようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。あと1分ぐらい音楽かけて終わりますね。ですね。ギリギリになって今週のが来ていた。まあいいや。22日の分のやつでやりましょうね。はい。いやー、自分、行きがってたんで、学生の頃。はいはいはい。アンチアイドル派だったんですよ。あ、そうなんですか。バンドが好きだったんで。あー、まあ。アイドルなんて思ってたんですけど。はいはいはい。この仕事に就いてから、うんうん、あ、アイドルってこんなに頑張ってるんだ。そう。なんかね、魅力があるんですよね。はい、まあ、OBP さんとか。あ、コインありがとうございます。あ、OBP さん、はいはいはい、ラジオは聞いたことあります。カチューンとか。カチューン、あのギノガルフで結構アシスタントをしてる子たちがそこから来るので。ああ、なるほど。で、あと僕が持ってた番組の、はいはいはい、あのカメラの番組のアシスタントしてた子も、はいはい、あの一時期僕マニアってアイドル活動してたので。ほう、一回ライブ見に行ったんですよ。すごいですね。でもただ単に見に行っても面白くないなと思って。あ、がっつりオタクの格好してこっそりこうやってこ演技もしてこうやってああって言ってずっと見てたんですけど。ああ、なるほど。あのチェキもちゃんと撮りました。あ、私あれですよ、シャメ会のあのチェキ峯岸と撮りましたよ。ああ、いいですね。こういうのが楽しいんですよね。そうそう、そういうのが楽しいんですよ。じゃあ皆さん、一旦切ってまたアップしたいと思います。